チュース。ピースオブキックの翔太です。さっさんです。あさちゃんです。本日も最後までよろしくお願いします。お願いします。マンスリー4周目。はい、はい、2022年2月のマンスリーですね。はい、にゃん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 です。にゃん。はい。今月、LINE スタンプの方の制作をしておりまして。はい。まあ先週までで絵を描き上げた感じで。はい。やっておりました。はい。で、今週4週目、出来上がったものを、まあ本編の方でね、どうなったかっていうのを。はい。見ていただこうかなと思っております。はい。ということで今月は、LINE スタンプを作ろう！イェイ！それでは本編の方をご覧ください。どうぞ。あの後イラストが描き上がってですね、はい、色付けも終わり、シンさんに送りまして、はい、そのシンさんの方の結果がですね、はい、まだ帰ってきてないんですよ。ガビーン。実はね、まだ帰ってきてないんです。あ、ちょっとかかりますね。で、ギリギリまで待ってみようと思い、はい、ずっとこの4週目に関して言うとギリギリまで結構待ってる状況なんですよ、うん。でももうここで撮らないと編集に間に合わないっていう状況なので、うん、はい、マジでギリギリですよね、うん、マジでギリギリなんで、はい、配信の後撮ってますからね。うん、そうなんですよ。水曜日に出る、2日前に撮ってる感じなんで。ちょっとね、いくつか不備がありまして、はい、はい、要はスタンプに必要なものを送ってはいたんですけども、はい、ちょっとね、足りなかったものとか、うん、まあ、ちょっと審査的な部分で、はい、抜けちゃったものとかあったので、はい、どうすっかなっていうのがね。ああ、間に合わないってこと。そうだから分かんないよ、今この状況では間に合ってないけども、この動画が出るタイミングで間に合う、実は間に合ってますみたいなことになるかもしれないし。なるほどね。そしたら説明欄のところに、はい、発売になってますみたいなことで URL 貼っとくかもしれないんですけど。じゃあ、はい、まあノートに書いてるわけじゃないですか、はい、色塗りとか、うん、それが切り取られて、うん、そのスタンプできるってことは、うん、その下書き段階のやつを見せればいいんじゃないですか。3週目の時に描いたイラストっていうのが、はい、デッドプール問題っていうのが起きまして、はい、デッドプール問題、はい、うん、あなたがやたらとデッドプールに似てる、デッドプールに似てると言って、あー、すごい、これを赤と黒で塗ってみようとか、うん、あの出来上がったものを赤と黒で塗り直したことによって、うん、あの絵がこんな感じになりましたよって言って見せてたものっていうのが、はい、このように存在しなくなったので、まあまあまあ、まあそれなんで、まあ一からね、あの、はい、ちょっとその辺描いたりとかした原作、うん、それを写真で撮って切り抜いて、はい、そこに文字を入れてっていう形のスタンプなんですけど、まあ今日はいくつか見ていただこうかなと。お、うん、全部見せちゃうとね、うん、面白さがね、そうそうそう、ないからね、そうそうそう、まあ、一部公開ということで、うん、Piece of cake。 はい、じゃあまず1個目、キュンです。めっちゃ可愛い。ピエン、めっちゃ使おう。で、そんなピエンになることあんのか。日常どんだけピエンピエンしてですか。サさんの名言は言って何なの。まあここにね、文字がね、うん、入ってるって感じなんで、そうそうそう、じゃああともう一個ぐらい見といてもらいましょう。はい、こちらお気をつけてですね。行ってらっしゃいでも使えるし、そうですね、うん、まあこんな感じで今ざっと4種類かな、うん、うん、一部公開、うん、まあでも本当は24だから24か、うん、6倍、はい、そうだから見ていただいた通りハンドメイドで、あの全部色付けもしてるので、まあ、頑張ってみんなでやったので、うん、はい、ね、うん、うん、これさ、うん、俺らのとこあってもしょうがないじゃないですか。視聴者さん欲しかったらあげれば。原画プレゼント企画？あ、いいね。まあいいんじゃないですか。はい、あの、はい、メンバー一人一個ずつなんか選んで、もう今回のね、間に合わなかったお詫びとしても、うん、お詫びとして。で、まあ一人一枚ずつ選んで、一枚につき4人でなんかご署名して反抗して。でも貴重ですからね、僕らがですね、今はもうペイペイですけど、うん、バーン上行ったらさ、うん、
だって相当売れますよ。売っちゃダメだけど。ダメだろ。売っちゃ嫌だけど。転売ヤーおすすめしてんの。おかしくない？まあ俺らも記念で取っとかないと。スタンプ買ったよっていうのを、ああその中で抽選的な DM かなんかもらう。本当いつね通るかわからないんで。そうですね、もう出してる状況なんで、うん、修正はかけて、あの再審査の状況にはなっているので、はい、当初の予定だとなんか1日2日とかって言ってたんだけどさ、意外にかかりますね、うん、やっぱなんだかんだ、うん、まあそれなので、あの説明欄とかに書いてないようであったら、あのもうちょいお待ちください。ツイッターとかでの告知になると思いますので、はい、SNS でね、はい、すいません、なんか、まあ、あのふわっとした4週目でもういいんじゃないですか今週はね、うん、いつも通りじゃないですか、ちょっとふわっとして、そんなことないですよ、そんなことない、あれ、うん、そ締めるとこはちゃんと締めてるから、そうですよ、うん、本当にどうぞついたまあまあ、とりあえず、いいんじゃないですか、うん、今月はね、うん、こんな感じのマンスリーですね、うん、続く、実はね、来月の分ね、まだ取れてないんですよ、うん、まあね、今週取るんで、はい、コロナが減ってるといえどもですよ、いやでもまあ人数多いから多分旅行はちょっと厳しいですね、うんうんうん、まあ、旅行また次の機会ですかね、うん、コロナがもう一段階ボーンっていった時に、うん、ちょうどいいタイミングで行ければ、うん、みんなで沖縄旅行ですね、そうなの、え、でもさ、スカイマークとか絶対乗れないでしょ、ピーチとか、スカイマーク、スカイラーク、スカイラークは、スカイラークはあれでしょ、バミアン、あ、バミアン、バーミアン、バーミアンか、うん、あのツッコミレーズに間違えてもらっていいですかバミアンってスカイマークって何、スカイマーク飛行機っす、格安、そう飛行機、座席がちょっと狭めの、あ、JAL しか乗ったことない、あれよりかは狭いっすよ、あ、じゃあ無理だろ、俺は乗れました、160キロの時、無理だな、無理だな、うん、そうだなきつかったけどね、でもやっぱあの、とりあえず、はい、来月のマンスリーは飛行機には乗らないです、はい、これだけは言えます、街川に、はい、車で行ける範囲でゆっくりしたいな、温泉で、草津、だから、今このコロナ禍だから今月は行くのやめようぜ、あ、今月じゃないですね、ごめんなさい、うんうんうん、ごめんなさい、うん、ついまた、ね、ついまたまた箱根にしよう、またまたまあ来月は旅行行けないので、うん、何かしら、もしかしたらゲームやってるかもしれない、うんうん、まあでも楽しい動画を作るつもりで、はい、来月も、はい、楽しみに見てください、はい、はい、よろしくお願いします、お願いします、ということで今月もマンスリーをご覧いただきありがとうございました、ありがとうございました、次回の動画もぜひご覧ください、はい、それではせーの、チャオ。本日も最後までご覧いただきありがとうございます、チャンネル登録お願いします、いいねやコメントもらえたら嬉しいです、その他各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますのでチェックしてみてください、それではせーの、チャオー。